ちはやっぱり下流だからね。うん、だから綺麗なんだと思う。じゃあ泳ごう泳ごう。ああ、京介、覗いちゃダメだよ。バレないようにね。それじゃあ僕らも着替えよ。男子よりはやっぱり時間がかかるんだろうね。すごいね。来た甲斐があったかな。泳ぐ前なのにもうお腹が空いてるよ。お待たせ。えらいえらい、おとなしく待ってたね。解消なし。やめなさいってそういうこと言うのは。まずは準備運動だね。マジで？一応やっておいた方がいいよ。水多分冷たいだろうし。しゃあないか。プールと違っていろいろ危ないことがあるかもしれないから、みんな気をつけてね。だってもう学校のプールでも泳いだことあるし。準備体操してよかったね。グリッコしようよ。それじゃ、いっせーの、せっ。
丈夫？どうしたの？どんな？へえ。ねえひろっち、もう一回やってみてよ。いいよ。じゃあこっち来て。びっくり人間大賞に応募してあげた方がいいんじゃないかな。というわけでね。だって一人じゃ怖いんだもん。石がね、違う形しているなと思って、外とは。なんか面白くない？内緒にしちゃおっと。
腹すいたね。うん、食べよう食べよう。私のはね、双葉が作ってくれたんだ。わあ、美味しそうだ。ほう、私のと同じくらいの出来だね。私はパティシエになるの。パティシエって？お菓子の料理人のこと。じゃあお店持ったら私に食べさせてよね。お金払ったらね。あ、お弁当足りなかった？分けてあげようか？シャワー浴びないでそのままにすると髪の毛ゴワゴワになるし、パンクになれるよね。パンク？髪の毛ツンツン。そこまではいかないけど。けど海の家で食べるラーメンとかってやけに美味しく感じない？お腹が空くからかな、やっぱり。このお弁当も美味しい？お母さん、早起きして作ってくれたんだ。わざわざすみません。うん、別に構わないよ。私、お小遣いでお料理の本買ったんです。うん、漫画じゃお料理の勉強できないから。
無理することないんだよ。お母さんだっていつもそう言ってるし。無理なんかしてないですよ。そのうちだよ。ううん、なんでもない。それじゃあ、そろそろ帰ろうか。ね、眠い。私も疲れすぎて、体がグラグラしてる感じがする。学校の授業でもプールは疲れるもんね。そうみたい。かゆい。あんまり書かない方がいいよ。うん。これで帰ろっか。賛成。ぶっ倒れそう。あれ、もう駅？お薬あるの？虫刺されの。多分あったと思うよ。もしなかったらうちに来てね。多分置いてあると思うから。うん、ちょっと変な虫じゃないといいけどね。毒のあるのとか。しょうがないな、京介は。